我々の名はピカチンズ。ピカチンとはちょっとしたことだけど世界を変えるパワーを持っているかもしれない、そんな 1% のアイデアをひらめいた時、いやピラメイた時に口から飛び出す言葉だ。ピカチン、ピカチン博士です。女子のジミーとマジコです。前回のピカチンズは街で人気が出なかった巨大ハンドスピナーをカスタマイズすべくマジコちゃんのピラミキで回転寿司とメリーゴーランドに挑戦した。しかしその最中巨大ハンドスピナーが割れてしまったのだった。大丈夫大丈夫、しかし回転には影響なし、よかった。というわけで次は私の案を発表するぞ。ズダダン、こちらですね。ほう、はい、まあ巨大ハンドスピナーにこれをこう頭に乗っけてこれヘッドマッサージ、ヘッドスパしながら、スピンするということを、アイテムはこちらですね。はい、こちらです。まあこれいろんなお店にも、まあ、マッサージ器具、はい、ね、これで仕上げした、はい、これをでこう取り付けるなるほど仕分けですかマッサージしながらこのハンドスピナーできたら最高じゃないですか。一回やってみますか。いや、なんか頭割れんじゃねえか。おい、紐みたいな。俺ら正気だよ、悪いけど。やってみましょう。頭割れんじゃねえか、これ。おい、まずそれを取り付けるっていう。やんのか。やんのな。やりたいですよね。やりたいよ、そりゃ。思いついたんですね。うん。いや、ヘッドスパしたいもん、常に。さすがです。いけそうですか。こいつが耐えれないよ、多分。こいつがさ、寝ちゃうよ、多分。よいしょ。頭、いや、ちょっと、ちょっと、いきなり頭でいくの、はい、いきなり頭でいくの、手で。せーの。離しますよ。離します、せーの。いたた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 。痛いわ、すげえ痛い。こいつ、この鉄がむちゃくちゃ、むちゃくちゃ指圧してくれた。たたたたた。まだ回してませんけど。いや、回そうよ、じゃあ。バランス取るから、そしたら。あ、なんかないですか。あ、痛い。セット。全く容赦のない女子たちだった。さあ、最後はジミー君のアイディアだ。こちらです。わ、何でしょうか。乗せがち。何？学ばなかったの？いや、ヒルムナ、ヒルムナピカチンしたんだろ？これピカチンです。ピカチンでしょ？頭の上に乗せて回すことで、はい、あたかも、うん、こう軽そうに、軽やかな回転を演出するって、はい。そうなんです。ああ、でこの何？LED とかでね、ちょっとすごいいいの見つけたんですよ。わ、何ファイバー？これなんですけど。これをこうやっとくと、うん、これがこう幻想的な、幻想的な感じで頭の上で回すことで楽しそう、うんうん、いいですね、モール可愛いですね。これいいと思うんですよね、色も3色あるんで、すごい早く回したら首が折れるわ。わかります、いいですね。首がその前にキラキラしながらLED をどこに置くかですよね、問題は。LED はそれより安全面をさ、首の骨の心配で。しっかりしろ、おい、しっかりしろよ、お前。マジやばいからな、これ。これ出てくからな、突起が。結局これ1点でされてるからね。見ろ、ここの突起、ここの突起キラ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 っと。どんなやつ、危ないだろう、こんなキラキラしたやつ。キラキラ、リオにもいねえよ。やべえよ、こんなやつ。せーの。おお、どうですか。あ、意外と安定するね。まあ、持ってますからね。あ、そうか。話してもいいですか。ねえが、ほら。マジコちゃん、話してみようか、一旦。はい、話しました。いい。首が折れる、首が。かけ。誰が喜ぶんだろう。街の人が。街の人が。これは
それは肩が上がってるだけなんじゃないかな。話します私。はい。はい。話せなそう。あ、取れた。そこも。じゃどうすと。え、もう固まってないこれ。あ、抜けない。おい手抜けねえ、やべえ超やべえじゃん、一生抜けないのやべえじゃん。